どうも、サザゾンでございます。ええー、と、前、これを、ええー、投稿したのは、まだ、ええー、タミオリスペクトツアーの最中、だったと思うんですけど、ええー、そのタミオリスペクトも終わりまして、ええー、次はサザゾンはどうするのということで、 あのー、まあ、ツイキャスでいろいろ最近はね、やってますけど、えー、まあ、今のところ一応スケジュール的にはその、毎週金曜日の、えー、僕の、ラジオ番組が、はい、あるんで、それと、あと5月24日にですね、えー、ユニコーンリスペクト。で、6月7日に、えー、 サザンリスペクト。これ初めてですね、サザン。はい。あの、この間サザンのライブ行ってきましたけど、あの、すごい良かったですね。それの影響を受けて、あの、サザン行ってみようかと思いました。はい。で、まあ、その、ユニコーンサザンと来て、もうリスペクトするものがほぼないので、はい、まあ、終わりかなと。 ええ感じですが。まあそのラジオ番組毎週金曜日ね、4月からどんどんやってきていますけども。そのユニコーンとサザンはライブですよね。それ終わったらそのライブの予定とかどうなってんだという感じなんですけど、まあ、冬までほぼないです、はい。まあ決まるかもしれませんけども。 とりあえずは冬まではワンマンはないと、えー、思ってくれた方がいいと思いますよ。はい。で、冬からは、えー、ついにリス,リスペクトも終わって自分の曲をでツアーをやると,とことに決定しました。えー、12月14日から、えー、3月の20日まで、えー、計で 30公演を行いますので、これ、あの、ツイキャスでやる、配信するためにやりますんで、はい、その、よろしくお願いいたします。あと、もう一つ、お知らせなんですけども、えー、その、ツアー中ですね、えー、年末12月30日に、僕が今やってる、えー、ツイキャスラジオ、 ササドンの僕のラジオというものをですね。今、毎週金曜日夜8時半からやらせていただいてるんですけども、それの年末特番がえありまして、去年はまた前の番組であの5時間やりましたけども、今年はあの12時間 <laughs>、12時間えやることになってますんで、もうすごい、 から色々準備してるんですけどそのコーナー的にはその1年を振り返ったりとか、まあ、僕世の中の1年を振り返ったりとか僕の1年を振り返ったりとか、まあ、あとそのリスペクトでライブをしたりとかえー、あーと僕のソロライブもありますんでね、はい、盛りだくさんな内容で、えー、お送りしたいと思いますけど なので、冬が一番忙しいですね。夏、柄空きです。はい。もう、あの、サードアルバムもほぼできましたし、そうですね。4枚目のアルバム、まだ考えてない、考えてないっていうか、その、曲を考えてないんですけど、これから考えていこうと思っております。ということで、はい。ササドンでございました。